個人的に自分復帰弱者なんで勘弁してくださいって面してるの許せないキャラ5選です。まあ正直そんな面してるのかって言われたら、まあまあまあ微妙なところではありますが、まあそういう面をしているという体で物事を楽しむという意味合いを皆様にお伝えする意味もあるこの教育的な動画になっておりますね。ウルフ、この世で唯一スマッシュ無料パナシ券を桜井心より賜った選ばれし男、撃墜パーセントになった瞬間鬼のようにスマッシュ擦り始めるくせに、いやーバナンきついっすって顔してるのが許せない。あとジャンプ読み空母一回当たっちゃっただけなのに地球の裏側まで吹っ飛ぶの許せない。あとなんかそんな強そうじゃないのに擦られまくると、いやガチ強くねってなりがちな技ランキング3位くらいの DA が許せない。てか全体的にスマブラ X に後スキを置いてきてる。でも自分で使うとバナン、重量機に勝てなさすぎて引退、ガリ細もやしっこ使う、自分よりはるかにスマブラうまいウルフ使いにボコられる、ウルフクソ、今ここカズヤ、見てる分には最高という神パワーワードによって存在を許されてはいるが、実際のところ見てる分にもただただ虚しいだけの誰にも望まれる肉の塊。正直めちゃくちゃ勝てないかというと別にそういうわけではないけど、カズヤ戦だけやってること別ゲーすぎてほぼほぼ爆弾処理ゲーと化してるのため息しか出ない。でもガン逃げしていい派こすり散らかし続けてるとめちゃくちゃ捨てゲーされがちだから、多分カズヤ使いもガン逃げ爆弾処理戦法にアホほど切れ散らかしてる。なのでカズヤは結局人間は永遠に分かり合うことなどできないということを教えてくれる教育的側面も持ち合わせた両キャラ、哲学的筋肉、あと復帰は普通に弱くない、ホムフィカ、圧倒的な美女と圧倒的プルーン、ついでに圧倒的キャラパを開発陣より賜った開発陣の情熱の塊、序盤に光手 DA と空エノを打ちながらステージシャトルランして、あ、この戦法通用しない系の人だと思ったらメインキャラのホームランにチェンジしてプルリ散らかしながらクソ高剣振り回して全てをチャラにしてくんのがきつい。あと自分で使ってみるとブレイゼント後スキー長すぎてそんな簡単に振れんわとか、馬ぶっちゃうのに相手に擦られるともう、あーん最強キャラで即落ち2コマしちゃうのもきつい。しかしながらそれらをもってしてもやはり素晴らしすぎるプルン、全てをチャラにするプルン、極上のプルン、プルン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 、メンメン、普通に可愛いし使ってみると意外とおもろいのに、その性能と登場したタイミングのせいで圧倒的なヘイトを一身に受けた、ある意味 DLC 第2弾の被害者的立ち位置のチャイナッコ、出るタイミングもうちょい遅かったら絶対ここまで弱体化されてないだろうな、勘が止めどないけど崖運ゲーと崖ホットリングで撃墜された瞬間そんな考え音速で吹き飛びがちなチャイナッコ、崖ホットリングだけは本当に許せない。基本的に桜井様のことは全皇帝で生きているはずなのに、崖ホットリング食らった時だけはさあ暗いって鬼の形相で叫んでしまう。でも可愛い。考えてみてほしい。メンメンが自分が5歳くらいの時に近所にできた家族経営の中華屋さんの一人娘の幼馴染なルート。お前といると。全然寂しくないね。お前といると。心がポカポカするね。とか言われちゃうルート。今一度。考えてみてはくれないか。テリー回避 A ボタンボガード。名は体を表す。を体現する男。唯一の欠点は A ボタンの消費が激しくスマブラをプレイし続けるのに金がかかること。復帰弱いとか言いつつ復帰ルートが多彩で空中パワーダンクの後隙がなさすぎることで有名。チナ自分で使うとアホほどおもろいし、クラックシュートボットになって撃墜困ったら DA してればなんか勝てるのでおぬぬめ。